こんにちは、僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。タヨとティティポの競争。爽やかな朝です。タヨが楽しく運行しています。私が合ってるもん。違うよ、バスの方が早い。列車の方が早いって。うん。二人ともどうしたの？タヨに聞けばいいんだ。うん、タヨ、バスの方が早い？列車の方が早い？バスと列車どっちが早いかって。それは当然バスだよ、ロギー。バスがどれだけ早いかよく見てて。私の言う通りね。ありえないよ。タヨが駅前のバス停に到着しました。到着です。駅だよ。ありがとう、タヨ。よいしょ。タヨ、ティティポ、お疲れ。お疲れ。運行中？うん。わあ、ティティポだ。ティティポ。こんにちは。ティティポ、列車はバスより遅いの？列車が遅いかって？違うと思うけど。ほら、僕が言った通り。とにかくバスの方が早いの。タヨ、そうでしょ？それは。じゃあどっちが早いか競争する？いいわ、勝てないと思ってるの？タヨ、するよね？競争？それはちょっと。ほら、タヨも自信がないみたい。それは。自信がないわけじゃない。そうよね、タヨ。もちろん。それがタヨの答え？ティティポもするよね？タヨは結局ティティポと競争することになりました。勝てないと思うけど。ティティポと競争することになったの？なんでかそういうことになってしまって。列車ってすごく速いのよ。ロギがバスの方が速いって言ったからだよ。勝てるよ。バスが列車より速いかもしれないってとこ見せよう。それでも列車の方が速いんじゃない？いや、一生懸命練習すれば勝てるかもよ。そうだよ、バスの名にかけてやってみよう。いいね。じゃあ私も手伝う。わかった、やってみる。明日から訓練始めるぞ。次の日、タヨはみんなと走る訓練をすることにしました。みんな、訓練しようって言ってたのに。みんな、よし、ロギ様が準備した特別訓練を始めるか。特別訓練だって？タイヤを引いて滑り台登りスタート。よいしょ。タイヤ、勢いよく登らないと。次は速く走る訓練よ。よし、これは自信ある。いや。すごく速いでしょう。冷たい。なんだろう。最後の訓練だよ。よし。最後の訓練なのに、なんで踊ってるの？タヨ、早く行かないと。なんだって？なんでこんなに急にスタートしたの？だからいつもスタートの合図に耳を澄ましておかないと。スタートの合図？ああ、わかった。タヨとちびっこバスたちは一生懸命訓練を続けました。その日の夕方、列車の整備士テオが花に会いに来ました。はい、これ頼まれていた工具箱。ありがとう、テオ。ちょうど必要だったの。そうだ、あの話聞いた？競争することになったって。
タヨとティティポが。ただいま。お、テヨ。こんにちは。こんにちは。タヨ、ティティポと競争することになったって本当なの？それは。バスがどれだけ速いか見せるんだよ。だよね。太陽ならティティポに勝つことができるよ。そうだよ、今日も一生懸命頑張ったし、この調子で。本当？わかった。いいぞ太陽、ファイト。あなたたち本当にもう、太陽太陽太陽ファイト。いけいけ太陽。ちびっこバス太陽。タヨはティティポと競争するために一生懸命練習しました。てやーひんタヨ頑張れ頑張れ頑張れ。タヨ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 。でかそうだよ。確実に昨日より早くなってる。みんなが手伝ってくれたおかげ。おタヨは速いスピードで通っていった列車を見て、また自信を失ってしまいました。タヨ、大丈夫？お、タヨだ。なんで元気がないんだろう。ラニー、僕実は自信がない。大丈夫よ、タヨならできるわ。心配ないわよ。タヨ、タヨとティティポが競争する日になると、たくさんの列車とバスたちが集まりました。今から競争始まるみたい。頑張ってタヨ。ティティポファイト。タヨ、たくさん練習した？位置について。よし、ファイト。3、2、1、スタート。よーし出発。だからいつもスタートの合図に耳を澄ましておかないと。スタートの合図？やっぱり訓練の効果が出たね。このまま行けばタヨが勝てるよ。タヨファイト。ファイト。頑張るぞ。いやー、やっと追いついたわ。ティティポ。よし、先に行くね。ティティポが速くなった。もっとスピードを出そう。いやー、よし。いやもう少し早く。タヨ負けないで。ティティポ負けないで。ティポが遅くなった。これなら追いつける。僕が先頭だ。さあ、ゆっくり。よいしょ。ありがとう、弟。このくらい。タヨ、大丈夫？どこか怪我はしてない？大丈夫。でもタヨ、どうしてこんなことに？それは…タヨ！みんな…タヨ、大丈夫？ハナ…さあ、ちょっと見せて。幸い大きな傷はないわ。ごめんなさい。
事故が起きていなかったらタヨが早かったのに。残念。ロギー。え？ティティポ。うん？先頭にいたのになんで突然急に遅く走ったの？ああ、それは。ラニー、実は僕自信がない。大丈夫よ、タヨならできるわ。心配ないわよ。タヨ。それは。それはロギ様の特別訓練のおかげでものすごく速くなったからだよ。そうだよ、僕が遅いんじゃなくてタヨが速くなったんだよ。ちょっと怪しいな。怪しいも何も、あなたたち二度とこんな競争はしないって約束して。はい。そうだよ、列車とバスが無駄に競争なんて必要ないよ。ロギ、そそのかしたのは誰？ただ冗談で言っただけだよ。こうして競争は終わり、タヨとティティポの仲がもっと深まりました。どっちがかっこいい？日差しが気持ちいい午後、ちびっこ車たちが遊び場で遊んでいます。ロギ、何して遊ぶ？そうだな、タヨ、ロギ、ケリー、ボンボンとオリーも来たの？こんにちは。二人とも悪いんだけど、赤ちゃん車たちを見てくれない？もちろんだよ。でもどうして？他の子たちを迎えに行くのよ。はあ、心配しないで行ってきて。本当にありがとう。じゃ、行ってくるわね。だよ、ボンボンと遊ぼう。何して遊ぶ？汽車ごっこ、汽車ごっこしよう。いいよ。はい、捕まって。汽車が出発します。やっほー。ボンボンはいいな。オリ、僕と遊ぶ？本当？やった。じゃあ滑り台滑るか。じゃあオリ、先に行くから後からついてきて。わかった。やっほー。行くよ。やっほー。どうだ、すごく楽しいだろ。ロギと一緒に遊ぶといつもより楽しい。ほんと？ロギ最高。ボンボンとオリーがケリーに乗って家に帰るところです。ボンボン、ボンボン、ロギって本当にかっこいいよね。ロギが？ロギよりタヨの方がかっこいいよ。違うよ、ロギは滑り台も上手だし何でも上手。タヨだって何でもできるよ。じゃあ明日タヨとロギに聞いてみよう。わかった。次の日、運行を終えたタヨとロギが帰ってきました。今日も大変な一日だった。そうだね、タヨ、ロギ。二人ともどうしたの？タヨ、タヨがロギよりかっこいい？違うよね、ロギの方がかっこいいよね。誰がかっこいいかって、それは当然このロギ様じゃないか。偉そうなロギより僕の方がマシだよ。何？偉そうだと？そうだよ、間違ったこと言った。じゃあ誰がかっこいいのか勝負して決めよう。いいよ、どうせ僕が勝つに決まってる。こっちのセリフ。結局タヨとロギは勝負をすることになりました。多く倒した方が勝ちだろ。僕は楽勝だよ。ロギ、ロギ、タヨ、タヨ。じゃあまずは僕から行くよ。よっ。これで太陽の勝ちだね。ロギが負けるなんてやだ。僕を信じて、オリ。よし、行くぞ。お願い。やっほー。ボンボン、
う一回勝負しよう。いくらでも何しても勝つの僕だよ。さあさあ次はおならでタイヤを遠くまで転がすんだ。わかった。頑張れロギー。タイヤ勝てるよね。もちろん。それじゃあ次は僕から。どうだ。どうしよう。心配しないで。よいしょ。じゃあ始めようかな。よい。あれ見て。おい、あのすごく遠くまで行ったよ。さすがだよ、最高。ほら、だから心配いらないって。ちびっこバス、タヨ。1対1の引き分けになり、ロギとタヨの勝負はまだ続きました。次は何の勝負する？じゃあ、おなら演奏は？ダメ！もうおならするのはやめだ！みんな！タナ！これ何？整備所がちょっと汚くて、久しぶりに掃除をね。掃除だったら僕が手伝うよ。自分の車庫も片付けられないロギより僕の方が上手だよ。なんだって？僕だって上手にできるよ。掃除するの誰が上手か勝負する？いいよ。次の勝負は掃除だ。なったわね。お疲れ様。どっちが上手だった？僕だよね。違うよ、僕でしょ。たりとも上手だった。ありがとう。ハナ、これじゃあどっちがかっこいいのかわからないよ。また勝負しなきゃ。よし、油断しないでねロギ。どっちがかっこいいのか見せてやる。本当にちゃんとできる？もちろん、タヨよりはるかに上手だよ。ロギより早く配達するんだから。タヨ、勝って。ロギ、勝って。牽引で勝負するって？頑張れ、タヨ。勝てるよ、ロギ。タヨとロギの勝負は簡単に決着がつきませんでした。次は何の勝負する？まだするの？誰がかっこいいか決まってないし。次の勝負はトンネルでしよう。そうだ、トンネル。本当に古いトンネルなんだけど、その中に遊んでたタイヤが入っちゃって、変な音もするし本当に怖いんだ。トンネルからタイヤを先に持ってきたら勝ちだよ。どう？もちろん自信あるよ。僕だって自信ある。着いたよ。ここだって。思ったよりも怖そうだな。怖いよ、諦めるって言おうかな。絶対先に持ってきてね、だよ。いいや、ロギが先に持ってくるんだから、でしょ？もちろん。それじゃあ行こっか。そうだね。タヨとロギは怖くても仕方なくトンネルの中に入りました。怖くない？ロギ、いや全然、タヨは怖いんでしょ？違うよ。これ何の音？わからない。これもボンボンとオリーのせいだよ。勝負なんかするって言うから。でも一緒にいるからそんなに怖くないでしょ。じゃあもう勝負はやめて一緒にタイヤを探して帰ろう。そうしよう、たりともかっこいい車になろう。その一方で、ボンボンとオリーはトンネルの外で待っていました。タヨとロギ、なんで来ないの？
あ、あれ見て。あ、あ、タイヤだ。うん、あ、タイヤ。タイヤは誰が先に見つけたの？タイヤ？違うよね、ロギー。これは二人で一緒に見つけたんだ。え、一緒に見つけたの？うん、お互いが勝とうとするより二人で力を合わせる方がかっこいいんだ、うん、一緒に怪物もやっつけたんだぞ。怪物？うん、ものすごく怖かった、うん、けど僕たちが倒してきたんださすがタイヤとラギー、かっこいい、うん、二人とも本当にかっこいいそれじゃあそろそろ帰ろうか。うん、そうしようところで、タヨとロギは本当に怪物を倒したのでしょうか？ロギ、今日トンネルで会ったことは秘密だよ。もちろん。また何だ？これって怪物だ！タヨ、ロギ、怪物じゃないぞ。二人ともここで何してるの？うん、トンネルが古くて補修工事をしてるんだ。そうだったんだ。君たちこそ危ないのに何してるんだ？どうしてかっていうとまったく君たちは赤ちゃん車に勝負させられてここまで来たのか？ほら、タイヤはここだ。持って行きなさい。やっほー、ついに見つけた。あ、ロギー、何だよ。僕たち外に出たら、それすごくいいね。あー、そういうことだったのですね。みんなには秘密にしておきますね。誰か助けて。タヨとロギは今日お休みです。二人で川のそばに遊びに来ました。いや、ほらロギー、キャッチして。よし。うーっ、うーっ、ロギー、わざとぶつけただろ。うん、あんなのが取れないなんて思わなかったよ。なんだと？ロギー、へっ、うわっ、よし、やるか。楽勝だよ。じゃあこれはどうだ。のせいで落ちたんだぞ。ロギが避けたからだ。とにかく早く拾おう。ねえ、早く拾ってよ。動くなよ、揺れるだろ。もう少し、もう少しで取れる。あれれ、ねえ、なんか変じゃない？何が？は？うわー、大変だ。岸から離れてる。うわー、僕ら落ちるぞ。わかった。あれ、ボンボンじゃない？ボンボン。あれ、タヨ、そこで何してるの？会えてよかった。助けてくれ。面白そうだね、僕も乗せてよ。遊んでるんじゃないんだって。困ってるんだよ、ボンボン。とにかく早くルーキーとパッドを呼んできて。違うだろう、エアーに来てもらった方がいい。ダメだよ、ルーキーを呼ばなきゃ。エアー、ルーキー、エアー。誰を呼んでくればいいの？誰か連れてきて。お、わかった。誰か連れてくる、誰か連れてくる。誰かって誰だろう。はい、どうぞ。かわいい風船楽しい。バンバン、ここにいたの、ケリー。行きましょう、今日は修理工場に行く日だったでしょ。あ、そっか。出発するわよ。はい。あらあら、ボンボンはタヨとロギに頼まれたことを忘れちゃったみたい。もう全部ロギのせいだぞ。タヨがいなけりゃこんなことには。うん、
中が変な感じ。なんだかガスが出ちゃいそうだ。何やってんだよ、動くなって。実は、うわー、なんだよ、いきなり。どうすんだよ、もっと遠くに来ちゃったじゃないか。だって出ちゃったんだもん。大丈夫、ボンボンがもうすぐ誰か連れてきてくれるから。ケリー、どうしてここに来たの？体に悪いところがないか調べるためよ。強い子になれるようにね。みんないらっしゃい。うわ、注射だ、注射器。あのね、みんな、これは全然怖くないのよ。どうしてボンボンは帰ってこないんだ？あ、こんな風に待ってるだけじゃなくて、花に電話すればいいんだ。そうか、やってみろ。うん。みんな泣かないで。もうどうしよう。あ、電話に出ない。ほんと？もう一度かけてみて。うん。あ、鳥さんだ。かわいいね。一人ぼっちなの？え、寂しいんだね。友達がいればいいのに。はあ？どうして？何でもいいから早く。よし、青い青い空の上、高く高く飛び上がる。青い青い空、白い白い雲の上。お日様、鳥たちはロギの変な歌声にびっくりして飛んでいってしまいました。お日様見て。もういいよロギ、みんないなくなった。はあ、助かった。でもどうして飛んでったんだ？ちびっこバス、タヨ。よし、ね、やってみたら全然痛くないでしょ？うん、あとどのくらい待ってるの？順番に一人ずつよ。もう少し待っていましょうね。でもつまんないよ。ほんと、タヨがいたら一緒に遊んでもらえたかもね。タヨ？あ、そうだった！お待たせ、ボンボン。あなたの番よ。ダメ、ボンボン行くところがある。行くってどこに？誰か連れてかなきゃいけないの。誰か。ボンボン、検査が嫌だからってダダこねちゃダメよ。違うよ、連れてきてって言われたもん。大丈夫よボンボン、おいで。本当に言われたよ。ボンボンはいつ戻ってくるんだろう。僕たち遠くに来すぎたかも。もう電話も繋がらないんだ。それはまずいな。あれ、スピーディーと社員か？呼んでみよう。スピーディー社員。あれ、タヨとロギか？うわ、船に乗ってる。楽しそうだな。おい、俺たちも乗せてくれ。こっち見てるよ。社員、助けて。なんて言ってるんだ。早く来いって言ったか？どうやって行くんだよ。聞こえないみたい。あれれ、どうしたんだ。あれ、向こう向いちゃったぞ。早くあっちを向かなきゃ。ロギ、またお腹が痛くなってきた。何？ダメ、今はダメだ。我慢しろだよ。もう我慢できないよ。うわあ、あれも行っちゃった。すっごく早いな。チッ、あいつらだけで楽しんで。そうだ、ずるいよな。赤ちゃんカーたちの点検は全て終わったようです。お疲れ様。子供たちがぐずって大変だったけど。いいえ、みんな無事に終わってよかったわ。ありがとう。じゃあ出発するわね。さようなら。ちょっと休もうかしら。ただいま。あら、おかえり。楽しかった？タヨとロギはどこ？まだ帰ってきてないの？僕たち一緒じゃなかったよ。そうなの？もう暗くなってきたのに。電話してみようかしら。あら、タヨから電話があったんだわ。どうしたのかしら。こ
この電話番号は県外でつながりません。つながらないなんておかしいわね。どのくらい流されたんだろう。わかんない。なんだか流れも強くなってきちゃった。はあ、うわあ、柱にぶつかる。大変だ。タヨ、おならだ。今おならしろ。わかった。ごめん、出ないよ。もうダメって言った時はすごいおならしたのに。本当に出ないんだ。やるっきゃない。危なかった。ロギー、すごいじゃないか。タヨ、ロギー、町中探したのにどこにもいないみたい。そうだな。二人ともどこにいるの。あら、パッドとハートだわ。ねえ、どうかしたの。ケリー、タヨとロギーがいなくなっちゃったの。電話も繋がらなくて。あら、もうどこかで見かけなかった。見てないわ。どうしたのかしら。そう、タヨとロギ。あ、そうだ。怖い、もう真っ暗だ。本当、でもロギと一緒でよかった。一人ぼっちだったらもっと怖かったと思う。タヨ、あのささっきはごめんね。うん、僕が悪かった。ごめんなさい。反省してるんだ。タヨ、なんとか頑張ろうぜ。そうだね、きっと誰かが助けに来てくれる。は？うわ、外れてきた。うわ、離れちゃう。うわ、ロギー、タヨ、もうどうすればいいんだろう。一体どうしたの。すっごく心配したのよ。大丈夫かい。はい、大丈夫。危ないところだったんだぞ。ボンボンが教えてくれてよかった。うん、ごめんなさい、僕遅かったよね。二人とも、とっても怖かったでしょ。うん、でも一人じゃなかったからそんなに怖くなかったよ。そうそう、一人ぼっちだったらもっともっと怖かった。もう喧嘩しないからね、ロギー。もちろんだよ、親友だもんな。よし、みんなもう遅いから帰ろう。タヨとロギは無事に帰ることができました。仲直りもできたし、本当に良かったですね。